始まりました。いい湯だな。MC の中山浩太です。同じく MC のランナスルです。はい、というわけで第1回新番組始まりましたけども、ランナスルさん、こういった番組とか MC の経験ありますか？はい、一応、名古屋の方で 2,3 年間テレビとラジオ。あ、 2,3 年テレビとラジオ、はい、やってました。バッチバチにやってました。ね、ちょっとまだノリがわからないですけどもね。というわけでございまして、ランナスルさん、この新番組ですけども、はい、この番組の、コンセプトを紹介してください。かしこまりました。はい、この番組は出演者、スタッフ、SNS、街頭インタビューなどから厳選し、どうしても出てほしいと思ったアーティストを紹介する新世代音楽バラエティです。ありがとうございます。というわけでございまして、第1回のゲスト、ゲストはどなたなんでしょうかね。どなたなんでしょうか。ユーチューバーからの華麗な転向、実力派男性ソロシンガー。大丈夫ですか？大丈夫なんですか？大丈夫ですか？大丈夫です。一応おにぎりさんと言いまして。おにぎりさん、はじめまして。はじめまして、お願いします。よろしくお願いいたします。ちょくちょく出てくることになりますんで、こういった紹介をさしていただく、紹介専門でよろしくお願いします。というわけでございまして、ユーチューバーですよ。ユーチューバーから、ソロシンガーに華麗な転向というわけです。なるほど、楽しみですね。何でしょう。はい、本日のゲストはこの方です。東郷智則さんです。どうも、東郷智則です。よろしくお願いします。その日を耐えさせても痩せるの、雨風が襲っても心に消えることないほど照らせ。じゃあここでね、立ち話するというのは何ですか？はい、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 すぐ脱がすやん。ありがとうございます。すぐ行くんでね、僕らもね。すぐ脱がすとかすぐ行くとかね、下ネタみたいになったね。ね、下ネタみたいになったよね。あ、セクハラかな、これ。セクハラです。じゃあ僕らも行きますよ。はい、はい、はい、というわけで、こちら脱衣所に着きましたけども、はい、改めまして、ゲストののりさんです。よろしくお願いします。お願いします。何かお飲み物とかいりますか？あ、はい、コーヒー牛乳で。じゃあ、ななさんは。じゃあ私、パイン牛乳で。パイン牛乳で。そんなの？そうなんです。じゃあ僕、水でいいです。水で。乾杯。乾杯。お願いします。お願いします。いやー、うまい。あー、うまい、あー、ちゃんとコーヒー、パイン、パイン牛乳いい？うまい、うまい。パインと牛乳って合うんですね。何笑ってんの。本日は元 YouTuber ののりさんに、はい、こんなコーナーを用意しました。何でしょう。今なら言えるぶっちゃけ YouTuber トーク。おー、怖い響き。怖いですよ。怖い響き。やっぱ暴露とかね、いいですから。大好きです。YouTuber としての、のりさん、はい、当時思ってたことをですね、ぶっちゃけて大暴露していただこうと思います。嫌です。ダメです。いや、聞きたいです。いやー、きついなー。これからどんどん敵増えていくじゃないですか。いやー、まあね。じゃあ、というわけでおにぎりさん、じゃあ持ってきてください。あら、また来た。はい、やっぱり銭湯ということで、なんだなんだ、こちら風呂桶に用意しましたんで。なんだなんだ、いいな。この裏にガチで書いてますよ。おー、お願いしたいと思います。怖っ、はい、ここまでいけるかといううわレベルで考えてますんで怖いな。さあ、じゃあ早速聞いていただきたいですね。行きましょう。じゃあ、これでいきます。はい、オッケーです。じゃあ見せてください。ドン。ドン。なんでしょう。裏ですね。裏でした。YouTuber の最高月収は。うわー、これ最高じゃないですか。うわー、これか。これ一番気になってたんですよ。マジっすか。そう、 YouTuber の方すごい儲けてるってイメージが。うん。あなたはやっぱり入ってます。来ます？月々。ちょっと。だいぶちょっとやね。だってトットって言ってたもん。例えばね、そうですね、まあレクサス何台分とかね。あー、なるほど。 BMW1 台買えるかなとか。はい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 。まあなぜこれ月収ですから。月収ですよね。めっちゃ言いづらいし、まだ、うん、ST スタジオが存続しているということで、他のメンバーに迷惑をかけるっていうことですよね。そうなんですよ。でもノリさんも抜けたから何の問題もないと思うよ。マネージャーさんがね、良ければ。あ、こっちにはいないみたいなんですけども。はい、マネージャーさん。これ例えでいきましょうか。例えでいきましょう。でしたらリンゴ何個分とかでも。いやいやいや、無理無理。3万個。いやいや、もっと。ああ、もっとや。世田谷区埋まるぐらいイメージやけどね。すごい。原付何台買えます？原付。一般的なイメージの原付。原付ってなんぼや。原付だと、はい、もう何何何が月収になってきますね、最高月収は。ちょっとごめんなさい。何見てんの？お母さんのこと思ってんの？明日です。 I don't know。
明日を見てんの？明日を見てる。明日を見てちっちゃい声で何見てんのか。明日です言うてて。わかりました。じゃあ原付は何台も買える？何台は買えますね。それを、1台も買えない僕がしかと受け止めます。だな。はい、ナナちゃん引いてみな。いいですか？引きましょう。いいの引きますからね。頼みます。じゃあこれから。でで出ました。 YouTuber 同士で付き合ってる人はいる？おあー、これはいいですね。はい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 、これはもう僕関係ないんで全然言います。そうでしょ。はい、なんなら僕あんまり、はい、仲いい YouTuber さんいないんですよ、うん。ほんまに予想ですけど、はい、男女でやってるやつら大体付き合ってますよ。いやもう絶対付き合ってますよ。男女でずっとやってるって、どこかで感情生まれるじゃないですか、絶対。そうでしょうね、普通に考えたらね。そうなんですよ。だからもう本当に偏見でしかないですけど、付き合ってますよ、ほぼ。なんかわかります？その動画見てて、あれ今ちょっと編集切り忘れてイチャイチャしたなみたいな。まあ、こいつらどうせその後はみたいな。あーなるほど、ね、夜の再生回数は何回なんですか。純正なセクハラでしたけど。わかりました、はい。じゃあ僕は今後 YouTube 見るときはもうそういう風に見ますんで、ね。いやいや、もう僕も見てますからそれ。いい優だな。あと関係ないですけど、フィギュアでペアでやってる人も僕全員付き合ってる。一番触れてるし、むっちゃ触ってるし、言ってますね。これ言ってますよ絶対。フィギュアと、男女でやってる YouTuber 全員付き合ってると偏見ですけども。はい、偏見です。はい、さあ、じゃあ続いて、はい、じゃあやっぱり自分で引いてください。俺これでいきますから。いきます。じゃあいきますね。どっちなんでしょう。ドン。今までで一番面白くなかった YouTube は？うわっ。ってこと僕、うん、こんなこと言うのはあれなんですけど、はいはい、YouTube 全然見ないんですよ。あ、まあ、自分は発信する側であんまり見ないんですね。そうなんですよ、うん。で、YouTube を面白いと思ったことないです。怖っ。怖っ。ビジネスチューバーや。いや、違います。ビネチューバーあの、芸人一番なんですよ。あ、お笑い芸人が好きなんですね。お笑い芸人が大好きで、一番芸人さんにはもう勝たれへんと思ってます。いや、でも全然面白かったですよ。いやいやいや、ちなみにこの服装なんですか？この服装は、はい、スーパー銭湯 の、うん、バイトの方です。たとえおもろい。おもろいですよ、ちゃんと。やっぱりいやいや、面白くないんですよ。いや、これね、カメラ回る前に聞いた時に畜生と思ってた。なんでそれ俺が思いつかへんねんと思ったんで。小さい声でくださいって言ってましたもんね。ちょっとドンピシャの方で。私はちょっと傷つけられてますけどね。じゃあせっかく気に入ってきてるのに、ね、傷つけられてますけどね、うん。スーパーのバイトですか？おかみにしてください、せめて。あ、というか、酒飲んでるというか、なんか売ってんのかな。様子おかしいぞ、でも声張れって今日言われてるんで、頑張ってるんで。張ったら発言も上にガーンって言ってまうんや。ポンといかない。ポンといっちゃうんやね。ちょっともう一個、はいはい、お願いしてもいいですかね。もう一個。これ、あえてじゃあ僕が弾きます。はい。はい、もう真ん中にあったんで、ドンと。あかんのかな、これは。メンバーの中に苦手な人はいた。ああ、恭平です。ああ、恭平です。恭平くん。恭平です。ST スタジオの恭平さんがダメだったんですか？その恭平さんはなんでダメだったんですか？嫌いでしたね。例えば、ST スタジオの動画見させていただいたんですけど、うん、どなたさんが恭平さんかっていうのはちょっと理解してないですけど。一番魚人顔の人です。魚のワンピースのあ、そうです、そうです。そこら辺でできそうな、うん、目離れてて唇でかい、うん、ほぼ魚。これ何が嫌いかというと、うん、まあ理由がいろいろあって、はい、そもそもあんま面白くないんですよ。そもそもあんま面白くないのと、プラス、うん、こいつ何が嫌いかというと、編集するんですけど僕たちって、編集作業めちゃめちゃサボるんですよ。あ、おもんな上に編集もしないですかね。そうなんですよ。嫌いな理由が真っ当すぎて。ね、例えば食べ方汚いとかね、はいはいはい、なんかそれぐらい言うてくれたらよかったんですけど、ガチやったんやね。ただおもろいことを起こすは起こす、うん、ミラクルが起きるタイプ。そうなんですよ。だから自分が喋ると思んないけど、うん、他の人が喋ったらおもろなるよみたいな、はい、あー、なるほど。タイプ、なんで、あ、もうこいつはこういうやつなんやって言って今は仲良い。なんか仲良いからこそ言えたみたいな。あ、そうですね。なるほど、わかりました。恭平さん見てますか？ちょっと安心しました。はい、嫌いですよ。おもんないですよ。あ、僕は全然知らなかった。魚人ですよ。いや、魚人。これは見せないで、はいはい、行きましょう。今好きです。はい、じゃあ、もう一個行きましょうか。お願いします。
手前行こう。カジサックのことどう思う？おーというのが出ましたけども、カジサックさん年収8000万円でおなじみのキングコングの梶原君ですけれども、すげえ、あれどうなんですか、芸人が YouTube にこう参入してあのように。僕は正直、はい、まあ、やっぱり芸人さん一番って言ってたんですけど、おっしゃってましたね、やられたなっていうか、怖っっていう恐怖感、やばい、俺ら飲まれるっていう。彼はそのなんかジャージを着て、はい、なんかラファエルさんとかね、と弟子入りじゃないですけど、はい、してたじゃないですか、 YouTube 教えてくださいって言って、うん、だから最終的にやってるのは今芸人とトークしてるだけなので、そうなんですよ、あれはちょっとずるいというかただ、うん、何がすごいかっていうと、はい、やっぱり YouTube をずっと投稿してるってことがすごいんですよ、うん、やっぱり 芸能人の方がやっぱ YouTube 始めるじゃないですか、うん、始めるけど結局続かないんですよ。続かないですね。ただそこを YouTube の編集の仕方で、なおかつの喋りも絶対面白い、プラスずっと投稿を続けてるってことが、あの成功を生んでるんですよ。なるほど、やっぱり継続は力なりみたいなことですよね。いや本当にそうです。もうヒカキンさんも言ってましたけど、あの休むぐらいやったらしょうもない動画出すなるほど、確かに彼は仕事しながらやってるから。そうなんです。じゃあカジサックのことは別に認めていると。いめちゃめちゃ認めます。すげえと思いました。動画も面白いだろうと。はいはい。ラどうですか、ララさんは。私は見たことないです。見ろすぐ見ろ、今見ろ。いい優だな。さあというわけでございましてですね、はい、いろいろな質問に答えていただいてありがとうございました、というわけでございまして、以上今なら言えるぶっちゃけ YouTuber トークでした。ありがとうございました。はい、敵増えましたさ、発表発表しまいます。あ、そうだぞ、私トリさん、何でもいいんです、何かしてください。